中国、10人のサウジに超劇的に行く。さあ、中国弱すぎて草。中国これで負けるのはもうアウトだろ。やっぱ中国がグループ C 最弱か。本当になんで中国はサッカーだけ弱いんだ。一人少ない相手に逆転されるかね。中国はチームとしてもそうなんだけど、そもそも一人一人の技術精度が低いんだけど、なんでなん。何億人もいる中からサッカー上手い11人を選ぶだけなのに。もう少しセットプレイの守備を練習した方がいい。中国のために出場枠増やしたのにこれはお笑いすぎる。中国が本大会に出られる方法は開催国になるしかないね。何対何なら勝てるの？